はいどうもひです。今回は明日行われるフジフィルムスーパーカップの川崎フロンターレ対浦和レッズのマッチプレビューをやっていきたいと思います。川崎フロンターレは昨シーズン28勝8分け2敗と圧倒的な強さでリーグ戦を優勝しています。浦和レッズの成績はリーグ戦は6位で終わったものの天皇杯を優勝しています。その浦和レッズと川崎フロンターレの昨シーズンの対戦成績は川崎の1勝3分けとなっています。リーグ戦の第6節で川崎が 5対0で対勝した後は3回連続で引き分けが続いていますそのうちの2回はルバンカップで対戦していて アウェーゴールの差でウラレッツが勝っています実際昨シーズンの第6節の時点から浦和レッズは大きくメンバーが変わっていてシーズン後半の3試合だけを見るとほぼ互角なのではないかなと思っています続いて予想フォーメーションを見ていきましょう予想フォーメーションはこちらですまず川崎フロンターレの方から話していきたいと思いますセンターバックはジェジュー選手が怪我のため車屋選手が使われるのではないかなと思っていますサイドバックは不動の 上り里,里選手と山根選手が使われると思います中盤と前線はあまりメンバーが変わらないと予想しました新加入のチャーティップ選手とセコ選手は途中からの出場になるのではないかなと予想しています続いてウラレッツの予想フォーメーションを紹介していきたいと思いますセンターバックは昨シーズンと変わらずショルツ選手と岩波選手が務めるのではないかなと思っていて右サイドバックは酒井選手で左サイドバックに新加入の真当選手が入るのではないかなと予想しています ボランチには柴戸選手と新加入の岩尾選手を予想しました前線は江坂選手、ユンカー選手、秋元選手、関根選手と昨シーズンも一緒にやっていたメンバーを予想しましたこちらも新加入の松尾選手であったり松崎選手は途中からの出場になるのではないかなと予想しています続いて個人的に思うこの試合の注目ポイントを2つ挙げさせてもらいます まず1つ目は前線からの守備です浦和レッツも川崎フロンターレも前からプレスをかけてショートカウンターを狙うチームなのでその激しいプレスをどうやって回避するかが非常に注目です2つ目はどちらのチームがボールを多く保持できるかです川崎フロンターレも浦和レッツもどちらのチームもボールを保持してゲームをコントロールしたいチームなのでどちらが多く保持できるのかが勝負の分かれ目になってくるのではないかなと思っていますそして最後にこの試合で注目している選手を2人挙げさせてもらいます まず川崎フロンターレからはレアンドロ・ダミアン選手です。実は2019年のフジゼロックススーパーカップでも川崎フロンターレとウラーレッツは対戦していて、その時はレアンドロ・ダミアン選手のゴールで川崎が1対0で勝利しています。それに昨シーズンの得点王でもありますし、今年も点を取るかどうかが非常に注目です。続いてウラーレッツからは岩尾選手です。岩尾選手はロドリゲス監督と再会して初の公式戦となります。 昨シーズンの王者である川崎フロンターレのプレスをどうやって回避するのかが非常に楽しみです。今回の動画では明日行われる川崎フロンターレ対ウラーレッツのマッチレビューをさせてもらいました。よかったら皆さんの思う注目選手であったり注目ポイントをコメント欄でぜひ書いてください。最後にチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ